北東部に存在した都市である。古代エジプトではディーアネットと呼ばれていた。現代のエジプトではサンアルヘイガーと呼ばれている。ナイルガーの支流に面していたが、その流れはずっと以前に泥の体積で塞がっている。プスセンネス一世の黄門のマスク現代のタニスのヨースタニスの王母タニスはエジプト第20、王朝末期に建設され、続く。 エジプト第21王朝の北方の首都となった。タニスは第21王朝の首相であるスメンデス一世の生まれた場所だった。エジプト第22王朝においてもタニスは政治的中心地として存続した。ただしその間、上、エジプトにも対抗する王朝が存在していた。紀元6世紀に。 マンザラコの反乱に脅かされるようになるまでは商業都市及び戦略的拠点として存続し続けたがその後は捨てられた。タニスからの避難民が近くに建設した都市がテニスである。例えばアメンに捧げられた大宮殿などの多くの神殿とエジプト第三、中間期の王家のネクロポリスの遺跡がある。タニスの様々な神殿の建設に使われた石材の多くは ラムセス朝時代の都市ペルラムセスのものを流用している。このため、エジプト学者らは長い間ここがペルラムセスだと考えていた。しかし、第21王朝と第22王朝のファラオの墓が洞窟を免れていたため、ここがタニスであることが判明した。それらの応募は1939年と1940年にピエール・モンテが発見し、多数の近畿、宝石、 ラピスラズリなどとともに、ファラオの黄金のマスクも見つかった。タニスの主身はアメン、その妻ムト、そしてそのココンスであり、ミハシラ神を形成している。ただしこのミハシラはテーベのものと全く同じであり、そのことからタニスを北のテーベとも呼ぶ。2009年、エジプト文化省はタニスのムト神殿で聖なる池が発見されたと発表した。この池は、 石灰岩のブロックでできており、長さ15メートル、幅12メートルある。地面から12メートル掘ったところで見つかったもので、保存状態が良い。タニスでは、以前にも1928年に別の聖なる池が見つかっている。映画、レーダース、失われた、アーク、世紀では、契約の箱はタニスの秘密の地下室にあるという設定になっていた。また、タニスは、 ドイツの遠征隊が1936年に発見したことになっていたが、史実とは異なる。実際には、タニスの考古学的な発掘は19世紀から始まっており、フリンダーツ・ピートリーやオギュスト・マリエットが関与している。ありがとうございます。